はい、おはようございます。今日は12月10日。今日ね、病院の先生が往診に来てくれるので、それまでにね、ちょっと買い物に行ってこないといけない。買い物ね、豆腐とかね、全くなくなってたんで、今から買い物に行きます。久しぶりにいい天気、晴天です。全国的にあったかいみたいなこと言ってました。17度ぐらいまで上がるって言ってましたね。外はあったかい、ポカポカ、雲一つない、晴天、洗濯日和。鼻がむずむず、ほぼ毎日なんかなくなるんですよね。なんかなくなってこう生かされるんですけどね。でもね、2日に1回でもいいような気するんですけど、でもね、なかなかね、予定がね、合わなくて、効率いいやり方がなんかないかなと思ったりもするんですけど、電車が、これ線路があってね、電車が通るんですよね。暖かくなってきちゃった。
懐かしいな、中学生見たら。そういや部活行ってたな、一生懸命走らされてたな、いっぱい。もうね、中学の部活ったらもう走るばっかりなんですよね。12歳から15歳まで。もう走るばっかり。まあ朝から晩まで走ってこいって言われて走らされて。まあその分走るの早くなりましたけどね。運動神経も良くなりましたけどね。もう本当に走るばっかりでした。とにかく体力をつけるっていうんでね。駐車場に着きました。
では買い物に行ってまいりますと。じゃあね、買い物行ってきます。はい、買い物終わりました。今日はね、豆腐5丁と、あ、なかった、甘酒6本と、あ、なかったかな、豆腐5丁、甘酒6本、あとね、忘れた、大したもん買ってません。よし、女性のドライバーが結構多くてね、運転結構ね、気をつけながら運転しないと危ないんですね。暑くなりました。やっぱ動くとね、暑くなりますね。寒いよりいいけど、
駐車をします。ここね、路上駐車難しいんですよ。この路上駐車で、路上駐車はね、路上駐車で難しいんです、やり方がね。慣れてるかなと思うんですけどね。よいしょ、はい、着きました。ああ、暑かった。それでは皆さん、お疲れ様でした。今から家に入ります。